はい、ふみです。皆さんお元気でしょうか。今日も当たり前のようにすでにやっちまってます。はい、今日も映画を紹介していきます。ぬるかんを、やりながらちょろれつ回ってませんが行ってみたいと思います。今日は日本映画ですね。懐かしい作品です。黒澤明監督、白痴です。1951年昭和26年制作の映画です。原作はご存知、ヒョードル・ドストエフスキー。黒澤監督はこのロシア作品を、北海道の札幌を舞台に描いています。昭和20年代の札幌の情景がとても魅力的ですよ。はい、それではどうぞ。Thank you.
タエコの死によって赤間も亀田も精神が崩壊していきます。森正幸演じる亀田はイエス・キリストを思わせますね。さてあなたはどう思われたでしょうか。